やつは潜水艦からドローンを射出するつもりよ。そしてドローンが任務を遂行する。これが標的の条件ね。野望の大きさを見誤っていた。アメリカに使うとは思っていたが、まさか世界規模とは。しかも私の産物を利用して。あんたは良かれと思ってやっただけよ。それが地獄への道を敷いてしまった。プログラムを使えば潜水艦を止められるかもしれないが、それにはウイルスのアップロードをしないと。フォックスの情報源ならアクセス権を持ってるはずよ。紹介してもらいましょう。フォックスがいないんだ。でも彼の元に映像が。送り主はきっと。ミズ・ピューリ、君ならミスター・スケルがどこへ逃げ隠れたのか知っているのではないか。いいえ、ストーンさん、見当もつきません。アウロアは巨大な島、彼は味方も多く、どこにでも身を隠せます。彼らは君の友人だろう。問題か、ストーン。おや、どうも、チューザウォーカー。ミズ・ピューリが今ジェイス・スケルを見つける方法を教えてくれた。真夜中に家に押し入るのだ。そして住民たちを外へ引きずり出す。君にうってつけだろう。だからお前はダメなんだ、優雅さに欠ける。ならば君の軍事的才能を披露してくれ。どうやって捕まえ、どうやって捕まえるのだ、ジェイス・スケル。ちょっとした心理戦はどうだ。ここにいるミズ・ピューリもきっと手伝ってくれる。誰かがジェイス・スケルを売り渡したら、お前のレンタル兵士どもに回収させればいい。それくらいならお前でもできるだろう、ストーン。心をつかむ戦い。なるほど。それにジェイス・スケルは天才だ。よし、中佐、始めよう。危ない橋だぞ、アヤナ。意味が分かりませんが。おう、いずれ選ばなきゃならない時が来る。友情か生存を。さてさて、お前の選択が楽しみだ。不測の事態が起きたようね。送り主を知っていると言ってたけど。ああ、いや、君は誰なのか分かったかい？なるほど、彼女が内通者ね。ずっと動画を送って私たちに力を貸してくれていた。彼女を信用すべきだった。フォックスは彼女と親密で、彼女の正体を隠していたんだ。フォックスは彼女を助けに行ったのね。彼女が信用されていないことを知ってたんだ。フォックスが殺されてしまう。行き先はきっとスケルインベストだ。私はフォックスを追って二人を助け出す。あんたは引き続きウイルスの開発を進めてて。ああ、
フォックス。島一番のバカな天才ね。大丈夫よ。さあ、戻るわ。待って。君の仲間のヒルが、アヤナを連れてった。ジョサイアヒルが、私を襲った女が場所を知ってる。大丈夫よ、フォックス。しっかりして。ほら、戻ろう。ハーモニーのところへ。仲間を、見捨てたりしたら合わす顔がない。あの子に立つのよ、フォックス。あんたならやれる。ジェイス。パパ、見つかった？ごめんなさい。言わないで。ハーモニー。言わなきゃ、本当じゃない。言わなきゃ、パパは生きてる。聞きたくないよ、ジェイス。やめさせて。ごめんよ、本当に。アヤナは？彼女の居場所は分かった。フォックスは無理だったけど、彼女は連れて帰る。頼んだよ。もうアヤナしかいないんだ。ノマド、私たちはアヤナを信用すべきだったのに疑ってしまった。彼女には借りができたと思う。今は彼女の助けが必要だ。ああ、ジョサイアが、いえ、ヒル総長が彼女を連れ去ったわ。でも行き先の見当はついてる。彼女を助ける。聞いてくれ、アヤナはみんなのために多くの危険を冒していた。ええ、分かってる。彼女が必要だ。彼女ならドローン制御プログラムの発信源を知ってるはずだ。君には CPU に挿すキーを渡しておく。これでドローンは味方になる。分かったわ、天才。彼女を見つけてドローンを手に入れる。
ューリはどこ？生きているの？俺は意味もなく人を殺さない。人は変わる。そうだな。今ならウォーカーがここを占拠した理由がわかる。わかるだろ？ウォーカーが何を望もうと、この島で起きたことは許せない。それにこの島だけじゃ終わらないわ。ドローンが島を出る前に何とかしないと。悲劇だ。島民に起きたことは。だが時代は痛みで変わる。これは正しいことだ。民間人を叩くのが正しいの定義を見直したら。お前は何様だ？ヒーローか？連中はお前の存在すら認めないんだぞ。称賛なんていらない。ああ、世界を救うためだろう。だがワールド 2.0 ですらあるのは血と泥と絶頂。俺たちは死に、そしてアヤナ・ピューリーみたいなクズが堂々とのさばる世界だ。役目を全うするまでね。勝ち目はないぞ。俺たちのワンダーランドはこの果ての島にとどまらない。だがアヤナ・ピューリーのために死にたいっていうなら、彼女はここだ。
みんな敵がいるぞ、警戒しろ。
怪我はない？いいえ、大丈夫です。あなたが噂のゴーストですね。ノマドと呼んで。今はスケルと動いてる。フォックスも知ってた。だった？なら彼は？あんたを助けるためにイエローレッグに立ち向かった。ハーモニーは？安全なとこにいる。ウォーカーはピーター・マイルズという CIA の男と手を組んでいます。奴には貸しがある。でももっと上に何者かな。ドローンの利用はそいつの計画です。奴の名前は？彼らの口からは役に立てなくてごめんなさい。ウォーカーの潜水艦を止めるわ。ドローンの制御を奪い、警戒網を破るためにポーラとスケルのウイルスを通信塔から発信しましょう。場所なら知っています。ウォーカーの本部もそこなので。時間がありません。出発を。私は平気です。